誰もが認めるキングブランド、ロレックス。精密なムーブメントを、水気や不意の衝撃から守るために開発された、オイスターケース、スクリューバック、ネジ込み式のリューズなど、ロレックスの先進性と、高い技術で生み出されたパーツによって、腕時計は、タフな環境でも使用できるツールへと進化しました。以来、このロレックスのスタイルが、スタンダードな腕時計の形として、今日まで受け継がれています。高価で、品質の高いパーツを採用したこのオイスターデイトはロングセラーとなり、ロレックスの黄金期を支えた人気の高いモデルとして受け継がれています。こちらは、1960年代製造のヴィンテージモデルです。ダイヤルはブラックミラー。ロレックス、オイスターのレターはゴールドです。インデックスは、くさびのアップライト、自噴針はアルファハンドです。シャープな印象で視認性も抜群です。デザイン性の高かったこの時代のモデルには現行品にはない様々なレアバリエーションがあります。数多く存在するものではありませんので、お使いいただく方にとってもオンリーワンの個体としてより一層愛着を持っていただけるかと思います。ムーブメントはロレックスの手巻キャリバー1210を搭載、故障の少ない信頼性の高い機械です。定期的なメンテナンスで一生お付き合いいただけるのもロレックスの魅力の一つです。ブレスレットはバックルが飛び出し王冠タイプの3連リベットブレス、コマの両サイドに両リベットがついた人気のブレスレットで、共に同年代を過ごしたアンティークブレスレットになります。ヴィンテージコレクションの一つとしておすすめの商品です。コンディション、ダイヤルは若干の経年変化によって程よいヴィンテージ感がありますが、目立つ大きなシミなどは感じられず、良い状態をキープしています。ケースは、経年の擦れ、軽い小傷、少し痩せがありますが、当たり傷などはありません。ブレスレットは3連リベットブレス。12コマありますので、最大 18.5 センチ前後まで対応できます。やや伸びがありますが、傷は少なめです。操作方法、リューズの締め込みを解除します。ゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。デイトは針を回してチェンジします。操作後は締め込んでおきます。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅19mm、ケース径は約 34.5mm、 リューズ含まず、縦ラグ端からラグ端まで約 42mm、 厚さ約 11mm のメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。